指定域中央にある川口ジャンクション埼玉県立安行部南自然公園は埼玉県埼玉市川口市にある県立自然公園。埼玉市東部の浦和美園周辺と川口市東部の安行地区の2カ所に分かれて指定されている自然公園。面積は1159.0ヘクタール。ほぼ全域が大宮大地に位置している。 他の県内自然公園とは異なって都市部にあり、急速に宅地化が進んでいるため、市街地面積の方が広い。指定当時は、苗木の産地として安行が著名であったことや鉄道がなかったため、宅地化は抑えられていたが、2000年には、埼玉高速鉄道が開通したほか、東京外環自動車道、首都高速川口線など道路網の整備により、環境が激変した。 自然を保護する目的から、川口パーキングエリア周辺には2019年に、ハイウェイオアシスとして、石山歴史自然公園が整備されている。都市化の進展に伴い1994年9月16日には、川口市東川口1丁目、戸塚1丁目、戸塚指定目、北原台1丁目、北原台2丁目、北原台3丁目、 左官三丁目及び大技十塚の全部並びに、十塚二丁目、十塚三丁目、十塚五丁目、左官一丁目、左官二丁目、大技東内屋、大技現在門神殿、大技石神、大技西立の、大蔵に像った、大技左官、大技行恵、大技安行に仕立ての、大技安、行辞林、大技安、行吉岡、大技新宿及び、 大技石山の各一部、浦和市大技中野田、大技南部両辻、大技下付殿、大技大門、東大門一丁目、東大門二丁目及び大技間宮の各一部並びに、鳩ヶ谷市桜町二丁目及び、桜町三丁目の各一部の約776ヘクタールが削除された。埼玉県下と緑の復興センター、ありがとうございます。